軍事ジャーナリストの小西誠さんをお迎えいたしまして、院内集会と成功賞を行います。ざっと予定ではございますが、1時から2時50分までが院内集会、3時から4時半までが成功賞となっております。わざわざ今日沖縄から伊萩議員が、参議院議員の伊萩洋一さんが来てくださいましたので、まず最初に伊萩さんのお話から、はい、お伺いしたいと思います。伊萩さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました参議院議員の伊萩洋一です。今日は南西諸島の自衛隊配備の、ストップということと、院内交渉のこの場と、さらに政府交渉ということで、案内いただいているんですけれども、今沖縄議員選挙もございまして、これからまた途中でですね、2時ぐらいまで進行されて、また沖縄に戻って沖縄の取り組みをさせていただきたいと思います。この間宮古島の自衛隊配備問題、あるいは石垣島等の問題については、一昨年国会に出ることになりまして、今その参議院にいるわけですけれども、私の方のところでですね、質問収集などを含めて、取り組んでまいりました。それから国会に出る前からですね、この南西諸島における自衛隊配備の問題について、講演などもしながら、これも書いてありますけれども、2017年、この7月、それから昨年7月や、あるいは2015年の8月にですね、宮古島で、その話も講演もしたこともございまして、そのことも含めて、皆さんにまたお話をしようということにしております。南西諸島のこの自衛隊配備、目の前に、与那国、石垣、宮古島、沖縄本島、奄美大島、馬毛島、佐世保って書いてありますけどね、一箇所だけの問題じゃないんですね。全部に関連しています。佐世保のこの水陸機動団は、一部報道ありましたが、そのキャンプハンセンに住むという話もあるぐらい、あるいはその手話部かもしれませんが、一体どうなっているんだろうというふうなことがですね、大変気になることだと思います。で、今何が起こっているのかということですが、辺野古では新基地が建設される、高井ではヘリパッドが作られる、伊江島では訓練施設がどんどん作られています。そして訓練が強化される、沖縄の米軍基地も強化されている中で、与那国島、石垣島、宮古島、沖縄本島、奄美大島への自衛隊配備で、ここに配備される部隊がですね、有事即応部隊なんですよ。すぐ戦争するための部隊なんですね。普通の自衛隊基地にある自衛隊は、その自衛隊がそこにいて、そこの周辺で訓練をして有事に駆けつける部隊なんですけども、ここに配備される部隊は、もう有事に対応する部隊ということで、そこで有事に備えるという、そういう場所なんですね。つまり何かというと、そこは戦場になりますよということを想定した戦配備です。で、そしてこの間、今の自衛隊はですね、去年の今年度ですけども、去年の自衛隊法改正で南西シフトというものを正式に法改正でシフトしました。で、自衛隊の総力が南西諸島での戦争を備えるシフトに変えていくんだという状況になっています。で、その南西諸島での戦争準備と、ここに書いてありますけれども、それが今進んでるんですね。で、これはじゃあ日本を守るものなのかというと、そうではないんですね。日本を戦場にするもの、
南西諸島だけじゃなくて日本列島を戦場にするもので、これは何のための戦略かというと、アメリカの対中国戦略なんですね。万が一中国とアメリカが有事になったときに、その戦争を日本列島を南西諸島で引き受けてもらって、そこで火消しをしよう、そこで終わらそうという、まあ、ヤシバトルの変形であるオフショアコントロール戦略というものになっています。実は2010年頃までは中国は、アメリカは中国をやっつけきれると思ってました。中国を奥深くまでその攻撃して、そして中国を戦争で勝つと、そういう戦略を練ってましたが、ご承知のように、まあ、イラク戦争、アフガニスタン戦争の後、2008年のリーマンショックで、アメリカの経済が停滞する中、中国は二桁の成長をして、もうすでに今やですね、購買力低下で中国はアメリカの経済を抜いたと言われています。2020年代にはドルベースでも抜くと言われています。で、今の時点で1995年に中国の経済力は日本の10分の1でしたが、今は4倍です、ね。で、2020年代には30年頃には10倍になる予定です。まあ一部に決してそうはならないと、崩壊するというのはずっと言われてますけども、でも成長しています。で、その 6.7% ぐらいの成長が今も持続するだろうと言われていますが、そういう中でですね、もはやアメリカと中国は戦争しないという前提の中で、でも何らかの有事が起こったときに、どこで引き使用するかというのがアメリカでは狙われていて、それがオフショアコントロール戦略と言われています。で、そういう中で2012年の末に安倍首相が誕生しました。安倍首相もそれを承知しているかどうかは分からないんだけど、ある程度承知しているでしょう。で、その中でハドソン研究所に行って、実はこれはオバマ政権の時ですね。で、オバマ大統領に本当は、集団的自衛権の話をしたかったんですよ、話の中で。でもオバマ政権からは制止をされて、そんなことを言うなと、ね。で、ハドソン研究所で、集団的自衛権についての憲法解釈を見直すという、講演をしました。そして日本がアメリカの安全保障の弱い場であってはならないと、私たちはちゃんとアメリカの強い場になるんだと、これは南西諸島の軍事の強化の表明ですね。で、まあ、下の方に右翼の軍国主義者と読んで、呼びたければ読んでいただきたいというまで書いて、これは今でも首相官邸のホームページに載ってますよ。で、集団的自衛権の容認というものを、まあ、翌年は表明をして、で、翌年2015年には実際集団的自衛権を保有したわけです。でもそういう中でいます。で、そういう中で先ほどハドソン研究所のメッセージを出した後、早速沖縄本島で、そういう離島奪還訓練というのが行われました。沖縄大東島、そして宮古島への巡地対艦ミサイル部隊の配備、それから那覇へのミサイル配備で訓練を行っています。で、これは実は2011年から、行ってまして、その時奄美大島で行っているんですね。で、そういう中で石垣島、宮古島、奄美の配備というものが発表されて、今の状況が進んでいます。で、こんなに早いテンポで進むと私も思ってませんでしたが、とても早いテンポで進んでいます。で、何のための部隊の配備かというと、南西諸島を通過しようとする、太平洋を通過しようとする、中国艦船を攻撃するためなんですね。出させないため。そのためには米中が、戦争状態にあるという有事を想定して、で、集団的自衛権の行使としてそれを行う、まあ、だから集団的自衛権は必要なんです。で、そういう中で繰り返し毎年が、まあ、十数回かな訓練が行われていて、まあ、NHK もこういうニュースを出しています。で、アメリカに行って訓練をする、沖縄で訓練をする、そういうのがどんどん進んでですね。で、こういう、まあ、記事、これは読売ですけども、みんなその日本本土各地にある自衛隊基地からは沖縄で戦争をする訓練、沖縄戦争をするということを前提としたさまざまな取り組みが行われている。で、強襲揚陸艦も購入しようと、いわゆる米軍が持っているような米海兵隊のような役割を購入しようと
ということまで言っている。もうすでに、オスプレイ17機を購入します。で、水陸両用車52両も購入します。で、じゃあどうして日本の自衛隊がそれやるのか。実は日米安保というのはアメリカが日本を守る安保じゃないんですね。日本の領土は日本が守りなさいなんですね。ね、そういう名目のもとで尖閣問題が起こり、中国の脅威論が言われ、で、中国の脅威から自分たちを守るためにこういう配備をするんだという流れが、まあ、一般的には言われて、その通りだろうと皆さんも思っている、あるいはその国会議員も思っている。で、こういう、これはあの石垣島の市長選挙、まあ、今年も3月に行われますが、4年前の石垣市の市長選挙の直後、まあ、それまでにはできていたのに、その後に何日か後に公表されたビデオです。で、これは見ると、あの、まあ、映像、このタイトルで見ることができますので、見たらいいと思いますが、7分ぐらいですかね。で、全国から、南西諸島に、部隊をどのように展開するか、あるいはいかに自衛隊の中に海兵隊を作っていくか、こういったことが報じられています。で、これは、第一米軍が沖縄の海兵隊ですけども、演習している様子。これ、ここは宮古島なんですね。宮古島、伊良部島、で、石垣島、西表島。だから、その沖縄のこの島を、宮古島をまさに舞台として、戦争の訓練をしているわけです。どう戦いますか、どう戦うかというね、色色演習ですけども。で、そこまで行ってるわけです、もう今ね。ところが、その前に、で、その理由としてはですね、要するに、彼らがなぜ自衛隊を配備をするかというと、空白地帯だからって説明するんですね。南西諸島本島には自衛隊基地あるんだけど、他はないから、空白地帯だから、奄美大島にも、宮古島にも、石垣島にも、基地を置くことが安全保障なんだと。でもそうではないでしょう、多分ね。その島というのは、実は一番防ぐためには、非武装を無防備にすることが一番いいんですね。国際法上、非武装無防備地帯は基本的に攻撃しないんですね。まあ、ただしそれは占領に対して開かれています。占領に対しては。だけど戦争はしないんですね。そのことをなくして、そこで戦争するという前提で、今回配備をしているわけです。で、自衛隊は、日本政府は、その、防衛の空白を埋めるためと言ってるんですけども、でも、実際は敵国からの目標を作るということであるわけです。で、実際島は、その重心性もなくて、攻撃されるともう守れないんですね。あらゆる四方から、四方八方から攻撃されるので、結局、今、自衛隊が訓練しているのは島を守る訓練ではないです。島が攻撃されて、占領されて、それを奪還する訓練。わかります？離島奪還訓練しかしてないんですよ。ね？島に基地を作って、そこが占領されることを前提に、そこで戦争が起こっていることを前提に、奪還をするという訓練をやっている。で、いい具合にですね、なんか本当に2005年の日米合意は、日本は弾道ミサイル防衛とかゲリラとか特殊部隊による攻撃、あるいは島嶼部への侵略のための侵略と新たな脅威や多様な事態への対処は、自ら防衛し、周辺事態に対応する。こういう合意を日米間したんですね。だから、まあ、説明はつくわけです。国民に対しても。日米同盟は、自分たちの島は自分たちで守るんだと。でも そうすると日米安保っていうのは、日本を守る役割をアメリカがするんじゃないのって言ったけど、そうじゃないという合意がもう進んでるんですね。で、水陸機動団のようなセットはアメリカいくつもあるんですよ。海兵隊。
軍海兵隊がそれをしない。でそういうあの具体的な論文は改革法戦略研究という、これ2011年に創刊されたんですけど、そこにいくつも文章あの論文が出てます。とりわけここにある、アメリカ流非対称戦争というのはまさに宮古島石垣島、宮古島石垣島のことを言ってるんですね。宮古島と石垣島の、宮古島と沖縄本島の間の航海は400キロぐらいありますけども、ここを阻止することがいかに重要かということが書かれています。でじゃあその目的は何かというと台湾防衛なんですね。台湾防衛で、ここにも書いてありますけども、その台湾の脆弱な東海岸に中国軍艦を生かさない、そのための取り組みです。ですからアメリカが守ろうとしているのは台湾であって尖閣ではもちろんないし、日本ですらないというところに私たちはやっぱしなきゃいけないと思う、知らなきゃいけないと思うんですね。こういう戦争が今そのアメリカが進めようとしている戦争で、私たちはやはり今何が進んでいるかということを知る必要がある。でこの大きな目的は米中戦争を、そのここに書いてあるように琉球列島での戦闘で米国政府の適度な目標達成を有効とする、これ翻訳ですよ。で重要な理由は戦争を米中全面戦争や核戦争をエスカレートさせない制限戦争を行う、で核の域地以下にとどめる、でそして米中はそれぞれの国を攻撃しないというような流れになっています。でここにあるように外見上些細な宮古島や石垣島、そういう固有の島嶼、日本固有の島嶼というのは尖閣じゃないですね。日本アメリカは尖閣を日本固有の領土と認めてませんから、日本固有の島嶼をめぐる争いが一気に重要になると、そういう戦略が作られ、そしてそのことに一生懸命日本が行動する。で最終的に島におけるゲリラ戦になるんですね。ちょっと時間ありませんので、じゃあその外交防衛委員会などでどういう議論をしてきたかというと、その具体的な紙を質疑したんですね。いわゆる、まあ、詳しい話はこれからいろいろ報告もあると思いますが、そこに置かれる部隊はこういう部隊ですね。でこの部隊というのはその基地にいる、い続けるのかって、そうじゃない、一回ミサイル撃ったらですね、もうすぐミサイルがどこから撃たれたというのは探知されますので、すぐ動くんですよ。でだからその市街地から離れた場所、あるいはあっちたいあちこちで、そのためには隠れる場所も作らなきゃいけない、隠れる場所も作らなきゃいけない。では隠れるそういう掩体を作る部隊を配備するのかと質疑をすると、配備はしないけど九州にはあるので守ってないので、それが来てやると。でこういう部隊が、で日頃演習が行われ、まさにこういう部隊が来るということを理解する必要がある。でじゃあ保護は誰がするのと、住民の保護はこれは市役所の仕事です。驚いたことに防衛省の職員に聞いたんです。住民保護計画って、ね、予算は1円もないんですよ。何のシェルターも1回も作ってないし、で実態予算は全くない、パターンを作りなさいということを言ってるだけも過ぎない。でこういう中で今進んでるわけです、ね、でもそれより私たちは中国との戦争する必要はないんですね。今年は日中平和友好条約40周年です。戦争の準備よりも平和を深める方がいいというのが私の結論ですけども、だから中国尖閣の問題を早く収めて、そして互いに戦争、アメリカのための戦争する場を日本が提供するよりは、私たちは戦争はノーだということをここで確認をしながら、やはり、基地をなくしていく、そういう流れにしていくべきではないかということを、まあ、訴えて、今日の話としたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。
それでは、福島みそぶさんがいらっしゃってますので、簡単にご挨拶の方お願いします。どうも皆さんこんにちは。わざわざ南西諸島奄美から宮古島から本当に、遠いところお金をかけどうもありがとうございます。で、伊波さんの今話を聞きながら、私も自衛隊の奪還計画っていうのを見たことがあるんですが、島民って出てこないんですよね。だから島の人のことは関係なくって、領土、アメリカとの関係、日本の中での領土で、私が持っているのはだからもう一回、奄美も含め南西諸島を日本の捨て石にするのかっていうのを、本当に思ってて、いろんなことが進むのを何とかして止めたいっていうふうに思っています。で、現地に行くと、水の問題や、いろんなことが森友があったので土地の売却についてはちゃんと開示を奄美もしましたけれど、これまだ不足だよねとか、住民への説明十分じゃないよとか、こんなの信じられないとか、それから水の問題は宮古島はとりわけ深刻なので、そういうことを環境アセスも吹っ飛ばしてやっていることを、今日は行政交渉しながら現地と国会とそれから市民とみんなで共有しながら、このことをなんとかストップさせていくために頑張っていきたいというふうに思っています。安倍総理が九条改憲発議という年、それから今度名護市長選があり、石垣島市長選があり、沖縄統一選挙があり、11月に県知事選挙があると、そういう中で地元の戦いと本当に連携しながら、国会議員も超党派で頑張っていきたいと思います。市民の皆さんも今日は報道でたくさん来てくださって本当にありがとうございます。一緒に頑張ります。ありがとうございます。福島みそぶです。では寺沼のお二人から、これから皆さんこんにちは。本当にたくさんの皆さんに集まっていただき本当にありがとうございます。宮古島から来ました、ティダヌファー島のこの平和な未来を作る会の共同代表の曽南由香子です。同じくティダヌファー島のこの平和な未来を作る会の、石峰香織と申します。今日はありがとうございます。政府交渉が終わるまで、長丁場ですが、皆さんお付き合いください。そして政府交渉の時は応援よろしくお願いします。はい、じゃあ曽南さんからお話しさせていただきます。すいません、ティダヌファーの中で香織さんが難しい話をする担当で、私は簡単な話をする担当なので、ちょっと私の方から先に簡単なお話をさせていただきたいと思います。まず私から話したいのは、宮古島がどういう島かということ、そしてさっき福島さんがおっしゃったように宮古島の地下水の話で、あとこの宮古島が太平洋戦争の時はどういう戦場になったのかという話、そして最後にちょっと人権の話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、こちらに来られている皆さん、三上監督が作られた標的の島カジカタカは見ていただいた方いらっしゃいます。ああ、およそ全ての人がありがとうございます。であれで見ていただいて、1年前ぐらいまでの出来事、映画では撮られていただいている、撮っていただいているんですけども、宮古島、沖縄本島から南西に 約300キロ離れて、人口5万人の本当に小さな島です。で、沖縄って一言にすると内縄口って方言がありますけど、宮古は宮古普通といって、また独特の沖縄本島とは違う方言で話をしますというか、標準語をちゃんと習っているので日本語は喋れるんですけども、方言は全く違う方言を喋ります。なので、こう私自身は宮古島で生まれ育って、18の時に大学の進学で島を出て、沖縄本島の友達と話をするときに、私自身は日本語を喋っているつもりなんだけど、全然イントネーションも違うので伝わらなくて、ごめん由香子、日本語で喋ってくれよって言われたぐらい、ちょっと独特 の言葉とか文化がやっぱり少しずつ違います。で、この宮古島が実は明治時代、明治13年頃までだったかと思うんですけど、実は琉球王国からも宮古島は植民地でした。で、さらに日本政府にとっても植民地である琉球、
藩、さらに植民地だったわけですね。なので、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、明治、12年に明治政府が琉球藩を解消して沖縄県と定めたときに、その翌年明治13年には、あの八重山と宮古島は清国、今の中国ですね、にお渡ししますよということを明治政府はやってます。だけどその当時清が、あのその前の年にはこの琉球に対する問題について日本政府に抗議はしてるんですけど、清はいや、いりませんと、そういう返事をしたので、宮古と石垣は日本に組み込まれたわけです。だからまだ言ったら、日本政府として宮古島、石垣が日本になったのはまだ最近のことです。そういう島です。で、次に水の、今その宮古島のお水の話を次させていただきたいと思うんですけど、皆さんの手元にこういう命の水どうなるっていう資料が手元にあると思うんですけど、ここに書いてあるんですけど、須坂田水道水源近くの大福牧場に予定されていた基地計画を宮古島市長が拒否しました。基地が水源を汚染する危険性を指摘した専門家や市民の声を無視できなくなったからです。では千代田なら大丈夫なのでしょうか。宮古島の地下はどこでも大切な水源で、汚染しても大丈夫な場所はありませんとあります。で、この地図の右下の方になるんですけど、実は宮古島は薄い土の下は全部琉球石灰岩です。琉球石灰岩って何かというと、言った簡単に言ったらサンゴの死骸です。で、サンゴの死骸ってあのカルシウムなので溶けやすいんですね。だから中にいっぱい空洞があります。簡単に言ったらスポンジみたいなものです。その上を雨が降っても、実は水はどん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 地下に浸透していきます。で、浸透していった水がさ、一番下の方で、今度はその琉球石灰岩の下には粘土層が広がっているので、粘土は水を通しません。なのでその琉球石灰岩と粘土の間に水が溜まって、そこに川ができています。だから地下水脈があるんですね。で、そこからたまたまくぼんでいる場所だったり、その浅くなっている場所から水が噴き出して、溜まったものが噴き出して、その地下水を汲み上げてという、今天然の地下ダムで私たちの島の人 の水道水は賄っていますし、農業用水は地下にダムを、地下水をせき止めて地下にダムを作って、そこから汲み上げて農業用水などに使っています。で、この大事な水道水源の端っこギリギリに、今この図の真ん中ら辺にちょっとポンと緑色のものが出っ張って立ってるんですけど、ここが、今宮古島にもう太平洋戦争時からあるノバルのレーダー基地です。もともと日本軍がここに基地を作っていて、アメリカ占領時はアメリカ軍がいて、日本の復帰をしたらいつの間にか自衛隊が来ていたよというレーダー基地があります。で、そこからたった1キロしか離れてない場所の千代田という場所で、今その自衛隊基地の工事が始まってしまっています。たった1キロしか離れてないんですね。で、それがあのこの水源と水源の間の境は言ったら断層になっていて、まあ、このぐらいで水の流れが止まってるだろうって予測されて深く区割りされてるんですけど、実はちゃんと精密な調査はされてないので、雨が降ったら、すごく大量の雨が降った場合は水が地下で行き来してるんじゃないかっていう、この黄色い部分が水道水源なんですけど、そこから他の場所にも水が行き来してるんじゃないか。だからたった1キロしか離れてない千代田で、もし汚染が起きたら、もしかしたら水道水源も汚染する可能性があるかもしれないということを専門家の方が指摘していて、ちゃんと環境アセスメントをすること、そしてその地下水を守るための地下水審議会というのがあるんですけど、それを開くことを宮古島市に求めましたけども、それが実施されないまま工事がそのまま進められています。で、今その千代、これは今工事が始まった千代田の設計図、その給排水工事の概要というものなんですけど、この右下の方にこの大きい図にですね、浄化槽があって貯水タンクがあって、さらにその
今回この千代田の基地では軍事車両の整備とかもするんですけど、その汚染された水を一回タンクに浄化槽に入れてある程度きれいにしたら、そのまま地面に流し、地面の地下に流して発散させて、いらない水を蒸発させて処理しますっていう、そういう計画ですっていう説明を防衛省がしてるんですけど、その野原でやった説明会の時に住民の方から、もしこの浄化槽が破損した場合、汚染した水が漏れた場合、その場合のちゃんとモニタリングとか、そういうことが起きてないかっていう調査とか、もしそういうことが起きた場合の修繕とか補修とか、そういうことはちゃんと計画されてますかという質問があったんですけど、全く想定してませんって、何も考えてませんって、そういう返事でした。だからアセスが必要なんじゃないですか。一回ここが汚染されて、こちらの水はそのまま流れれば農業用水とか工業用水で使われる水になるんです。もし水が逆流すれば水道水源を汚染するんです。でそのまま普通に流れていても、このさっきの図にあって端っこにあるんですけど、この水の流れの先には与那覇湾といってラムサール条約でちゃんと保護が、保護するようにとされている、認定されている大切な自然があります。そういう場所に本当に何の配慮もなくこういう工事をやろうとしています。で次に言いますね。じゃあこの宮古島が太平洋戦争時何が起きていたかというと、これその戦時中島にあったのは3カ所、大きく分けて3カ所 の、 空港滑走路がありました。要するに特攻機を飛ばすための滑走路です。なので実はちっちゃい島なので、陸上上陸して戦闘するということではなくて、遠くから艦砲射撃と空襲だけ、陸上戦はなかったんです宮古島で。この飛行場をめがけて艦砲射撃空襲があって、それで本当にたくさんの方が亡くなってますが、この当時宮古島の人口2万人、そこに3万人の日本軍が来ました。3万人です。合計5万人ぐらいで、戦闘が始まった途端に物流が途絶えます。何が起きると思います？食べ物がないんです。本当に食べ物がなかったそうです。だから栄養失調って書かれているものはほとんど餓死だと思っていいと。怪我を負った、でも回復するだけの体力、食べるものがないから回復できない。病気になった、でも食べるものがないから回復できない。そのまま死ぬしかないわけです。だから宮古島のおじいちゃんおばあちゃんたちに戦争体験の話を聞いたら、何よりも食べるものがなかった話をします。本当に何もなかったって。畑も日本軍に取られて、自分の畑なのに畑の作物は取れない。だから夜中に走って行って芋のつるを取って芋のつるを食べた。カタツムリも虫も食べれるものは何でも食べた。どんなに気持ちを思いしたかわからないという話を。で海で我慢できなくて腐った魚を食べた子供が泡を吹いてネタ打ち回ってるのを何もしてあげられない、助けてあげられなかった、そういう話があります。今もし宮古がもし有事になって成長になった場合に何が起きるかっていったら、さっき伊波さんがおっしゃってたように、ミサイルを乗せた車両は島中を走り回るので、滑走路だけが標的になるわけじゃないですよね。島中が標的になるんです。残された私たちは逃げ場が本当にありません。ものすごい危機感があります。もし私たちの世代でそういうことが起きなくても、50年後は70年後は、私自分が小学生の時にこんなに北朝鮮のミサイルだっていうのが毎日報道されるような日が来ると思いませんでした。何が起きるかわからないじゃないですか。だからこそたった 1% でもこの島に戦争の準備につながるもの、戦争の火種につながるものは作ってはいけないというふうに思っています。最後に人権の話をしたいと思います。この間去年の11月19日にこの千代田、今作っている千代田の基地のすぐ近くにあるノバル地区という地区で住民説明会がありました。その時に住民の方から防衛省のお役人に対して、
私たちの人権を一体どう考えてるんですかという質問がありました。その質問に対して説明に来た担当の方の返事は、人権というものはよくわかりませんという返事でした。憲法13条、すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、一方その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると定めています。公共の福祉って何でしょうか。昨年お亡くなりになった太田元沖縄県知事のお言葉に、公共の最大の福祉は平和であることという言葉があります。本当にそうだと思います。逃げ場のない南の島々にミサイル基地を作ることは公共の福祉ではないと思います。戦争を放棄したはずの日本です。基本的人権の尊重を掲げたはずの私たちの日本です。その国が島々に暮らす人々の人権を無視して、国防という名前に隠れて戦争の準備を始めることを本当に許すわけにはいかないと思っています。今日お松山の皆さん、本当に同じ気持ちで集まっていただいていると思います。今日のこの集会が、そして政府交渉が、この愚かなミサイル基地配備を止めるための大きなまた力になると確信していますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、私の方から話させていただきます。私の方からは、この半年、10月ぐらい、9月ぐらいからの、宮古島の流れ、本来であればその800人の自衛隊が配備されるという話が出てから、2年半ほど経っているので、その経緯をお伝えしたいところなんですが、本当にその間にいろんなことがあって、大福牧場の撤回とかそういうこともあってなんですが、今日は20分ぐらいなので、最近のことを情報共有したいなと思います。まずですね、これがノバルト・チオダの周辺の地図なんですけども、今工事が始まっているのがこの赤いところで、ここが、千代田カントリーというゴルフ場があったところです。でそこで、工事が始まっています。でこの黄色いところが航空自衛隊があるところなんですね。で、その真ん中にノバル住宅地って書いてありますけど、ここがノバル部落、60世帯ほどあるんですけど、1キロの間のところに挟まれている、わけです。で千代田部落も31世帯あるんですけど、千代田は、このゴルフ場の周りに点在している形で集落があります。で、10月の30日に工事が始まったんですけど、突然始まったんですね。本当に住民に全く説明がない中で突然始まりました。で、もともと、ノバル部落と千代田部落には、工事を始めるときには、きちんと説明会をしますというふうに約束をしていたんですね。なのに始まった。なので、住民の方々は抗議しました。そしたら、それは、事前工事ですっていう説明があったんですよ。ユンボが入って、土をいじってるんですよ。だけど、これは造成工事を始めるための事前工事ですっていうふうに、防衛省は、沖縄防衛局は説明しました。そんなの本当に私たちの常識からしたら考えられないです。で、手続きはどうなってるのかと思って宮古島にある土木事務所に聞いてみたら、11月1日からちゃんと造成工事の土木事務所ではありませんね、宮古島市の方に提出する景観条例の手続きがあるんですけど、それがじゃあどうなってるか聞いたら、11月1日から造成工事をやるっていう手続きをやってるんですね。なのにそれを造成工事じゃなくて、事前工事だというような言い方をしました。それで本当にちゃんと造成工事始めるときには説明会しますというようなことで、11月19日にノバル部落と千代田部落で説明がありました。もちろん住民の方々の納得するような説
明はされないまま、反対ですという住民が伝えている中で説明会が終わり、翌日に、今写真にあります11月20日に着工式が行われました。説明会の次の日に着工式をするなんてバカにしてるだろうというふうにみんな怒っていました。もう着工式決まっていたんです。決まってる中で前日に、ついでのように説明会をやったわけなんですね。で、この着工式の時はこの敷地のすぐ外から、反対する住民が、ずっと、反対の抗議の声を上げている中で着工式が行われました。で、12月3日には、宮古島市民全体への住民説明会が行われました。ここで質疑応答されたんですけど、たくさん質問の手が上がる中で防衛省は時間ですからといって、質問を打ち切って、裏口から帰っていったんですね。で、ずっと、防衛大臣をはじめ防衛省の、方々が住民に丁寧な説明をするっていうことをずっと言ってるんです。なのに質問にも答えないっていう本当に最低限の質問です。その日に出た質問は全部答えるぐらいは本当に最低限だと思うんですけど、それさえもやらないままもう工事がどんどん進んでいます。もうこれ工事の様子ですけど、今ここにある見えてる森が宇多木といって、この宮古島で、集落の中でこう神様に祈る場所、右岸城なんですけど、ここの森、一応宇多木は残すということなんですけど、もちろん許可がなければ入れないし、宇多木っていうのはその祈る場所だけじゃなくて、その周りも含めて、森も含めての、宇多木なんですけど、森を本当にギリギリまで削って、工事をやっている状態です。これも工事の風景ですね。で、これと並行して、ボラ鉱山というところで弾薬庫を作るという話がどんどん進みました。9月6日に、ボラ鉱山に、もともとですね、この千代田カントリーには、弾薬庫や射撃訓練場が作れないということだったんですね。もともと一番最初に予定されていた大福牧場よりかなり、面積が狭い、大福牧場30ヘクタールぐらいあったんです。ですがこの千代田カントリーは 21.5 ヘクタールなので、作れないということで、弾薬庫と射撃訓練場を作る場所をずっと防衛省を探していました。で、9月6日にボラ鉱山という、宮古島の東の方なんですけど、これはちょっと地図はないんですけど、東の方にある鉱山で、もう土を掘り尽くして役に立たないような場所なんです。そこを弾薬庫にするということで調整中ということで9月6日に、報道されました。これが本当広くてすごくもうすでに深くなっているんで、工事はしやすいようなところですけれども、で、ボラの集落はこの距離を見てもらいたいんですけど、ボラ鉱山から右上のところがボラ集落なんですけど、ここが近いところで200メートルの距離なんです。で、あと七股っていう左上の方にも集落があって、ここは370メートルの距離、とても近くに集落があります。で、ボラの方々は、まだ決定の報道はされてないけれども、決まってから反対しても遅い、千代田と登るを見ていて、そう思ったということで、決定される前に反対決議をしようということで、ブラックで反対決議を挙げました。それが12月10日です。そして1月11日に産経新聞が報道したんですけれども、ボラ鉱山に決定したと。それを、福田政務防衛政務官が伝達に行きますという、なんで産経新聞だけがそのネタ知ってるんですかって感じなんですけど、報道されて、翌日には他の、新聞、これは琉球新報ですね、琉球新報でもボラ鉱山決定ということで報道されて、ちょうど昨日、福田防衛政務官が宮古島市長に会いに来て、ボラ鉱山に作りたいということを伝えたようです。で、市長の方は
ご覧の住民が、心配している、近いので大丈夫なのかと心配しているけれども、容認するような答えをしました。心配しているので、本当だったら心配しているからダメですなんですよ。反対決議が上がっていますよってことを伝えればいいんですけど、そうじゃなくて心配しているので、丁寧に説明してあげてくださいねということを伝えて、容認したという形になっています。で、これが昨日、防衛省の方から宮古島市に出された施設配置案なんですけど、この何ともいい加減な図面なんですけど、すごくずるいのはこのボラ鉱山の形が丸で描かれているんですね。敷地ははっきり分かるんですよ。地図にあるんですから、この形が。だけどこの位置がよく分からないように、大きさが、この比率が分からないですよね。これだとこんな感じで書かれています。いつもすごくいい加減な図を出してきます。でちょっと字が小さいから見えにくいですけど、弾薬庫がこの3つ、こことこことここが弾薬庫ですかね。で、この長いのが副動射撃、射撃訓練場ということで書かれています。でこれが、施設配置案ですね。こんな感じで、ここが弾薬庫ですね。そしてこっちが射撃訓練所ですね。で一応ボラ集落はこの辺にあるので、集落から遠い方に弾薬庫を配置してるのかなっていう感じはするんですけど、それでも、距離で言いましたら、この500メートル、ここでも500メートルなんですね。で、この距離のことなんですけども、私も詳しくは分かって、説明できないんですけど、この自衛隊のこの弾薬庫を、置く、この民家から置く距離っていうのは、いろいろ法律で決まっていて、弾薬の量によってそれが計算されるということなんですけど、例えば400トンだったら、40トンでした、40トンだったら550メートル離すとか、いろいろ細かい決まりはあるんですけど、そんな風になっているんです。で、じゃあ弾薬の量を知りたいですよね、住民は。それで12月3日の住民説明会の時に、地対艦ミサイルは4機配備されると、車自体ですね。で、地対空ミサイルが3機配備されると。じゃあ、そこに6つ個室があって、弾薬があるんですけど、もちろんこの替えのものがありますよね。どれだけの弾薬がこの弾薬庫に置かれるんですかっていうことを住民が質問したら、それは手の内を明かすことになるので、弾薬の量は説明できないというのが防衛省の答えだったんですよ。そうすると私たち住民はちゃんとその法令遵守をされてるかどうかのチェックさえできないんですよ。防衛省も守っています、ちゃんと法令通りにやっていますって言っても数を確認できないわけですよ。この防衛、この基地、軍事基地を受け入れるというのはそういうことなんです。中身がわからない、もしかしたら汚染するかもしれない、何かわからないけど文句を言えないものを、私たちはそういう存在を受け入れなきゃいけないという本当に理不尽なことなんです。だから、もちろん弾薬庫自体どこにも作ってほしくないですけど、もしも作るとしても絶対にその基準に当たらないような遠くに作るということじゃないと許されないと思うんです。本当にここわざわざこんな民家の近くに、で防衛省を多分すごく探したんですね。宮古島の中で弾薬庫築城を撤回されてから1年半ぐらい経ってますから、必死で探したと思います。だけどそんなに広い島ではないから、民家からすごく離れてて、この適した場所っていうのはなかなか見つからなかったはずです。だからこういう民家の近くというのは防衛省も進めにくいと思いますけど、ないわけです。それでこうやって無理やり作ってきているわけなんですけども、はい、体力の話はこれぐらいにしまして、最後、これも昨日提出された
仕様ですね。で、最後にアセスメントの話をしたいと思いますけども、今私たちティラノファではこの、千代田カントリーと、ダーナのボラ鉱山にの工事に対して、止めるための方法としてアセスをさせたいというふうに考えて、去年の6月からずっと取り組んできました。で、まず、アセスは国のアセス法っていうのと県のアセス条例が沖縄県のアセス条例があって厳しい方が適用されるので、県のものの方が厳しいので沖縄県の条例で考えていくことになるんですけど、これ沖縄県アセス条例の対象一覧表なんですけど、こんな風に道路、鉄道、ダムとかいう風に対象事業が決まっています。その中で最初私たちは、この住宅団地の建設、軍事基地ってないんですね。なのでこの住宅団地の建設っていうのに当てはまるのかなって思っていたんです。これが、30ヘクタール以上でアセスをするってことになってます。でも県の方に聞くと、いや、基地は住宅にはならない、で軍事基地はアセスの対象事業に入りませんって言われたんです。ですごく驚いて、例えばこの12番にありますけど、スポーツレクリエーション施設だったら公園を作る場合アセスが20ヘクタール以上でされるんですね。で、もともと千代田カントリーは県立公園の予定があったんです。だからもしあそこに公園を作るんだったらアセスをしたはずなんです。だけど基地だったらやらない、ミサイル基地だったらやらないって本当におかしなことで、軍事基地を基地以上に環境汚染の最大の環境汚染の原因になるものなんですけど、それをやらないというのは本当におかしいということで、去年の6月から県議会に陳情書をちょっと出してきました。で、なかなかね、それで変わるかわからないけど、とにかく声を届けようということでやったんですけど、去年ですね、去年の、末、ちょっと何月か忘れましたけど、11月ぐらいかな、沖縄県が環境アセス条例の改正案を出すということが、ことを検討していると、今年の2月議会に、改正案を出すことを検討しているという報道がされて、とてもびっくりしました。で、その、改正案の中身なんですけども、これがその時の新聞記事ですね。環境アセス基地適用へ、どういう変更をするのかと言いますと、20ヘクタール以上の土地造成工事にはすべてアセスをするっていう、土地造成ということ自体がアセスの対象になるっていうふうに今検討しているんですね。そうすると千代田カントリーは 21.5 ヘクタールなんで当てはまるんですよ。ただ惜しいのが、工事が始まったものはもう適用されないんですね。これから工事をされるものに関してなので、もっと早くやればよかったなというふうに思ってるんですけど、それでもこれからのことに活かせるので前向きに考えていた方がいいと思うんですけど、ボラ鉱山でぜひアセスをやってほしいと思ってます。で、今日も交渉のテーマになってるんですけど、ただこれがまた微妙なのが、ボラ鉱山が、前から約20ヘクタールというふうに報道されてるんですね。だから、防衛省はアセス逃れをやるために 19.5 あたりにしてくるんじゃないかなと思ってるんですけど、予想通り昨日の、市長との面談で、面積は20ヘクタールまでにするということを考えているというような言い方をしたそうです。で、今までだったら大白牧場の時も千代田カントリーの時も配置案を出した時にちゃんと面積書いてたんですよ。でも今回は面積を書かない、で、ああやって線も引かない、そういうやり方をしてこのアセスどうするかという駆け引きをやっているんですね。だからすごい戦いどころだなというふうに私は思ってるんですけれども、2月に条例がもし改正されても、今おなか県政ですから通るんじゃないかなと思ってるんですけど、改正されてもすぐに施行されるわけじゃないんですね。半年ぐらいかかるとか、施行までに時間かかります。そうすると防衛省はまたアセス逃れをするために駆け込み、建築着手っていうことも考えられます。で、沖縄県の方としてはその施行までの間にはやっぱり強制はできないんですよね。まだ条例は施行されてないので。だけど私たちは要請しました。
なんとかその時にもちゃんと求めてくださいというふうに。そしたら県の方から一応回答が来て、これがそうなんですけど、施行前でもできる手続きを行うことができる旨の付則を設ける予定ですって書いてあるんですけど、まあ、義務はもちろん条例施行後しかできないんですけど、その2月から施行までの間は新たな条例でやりたい気持ちがある人はやっていいですよということをやる予定だということなんですよ。だからこれはやはり私たち市民が、できるんだから絶対やれって言ってやらせないといけないかなというふうに思ってます。まあ何らかの方法でさせる。そして町をな、それとですね、もう一個なんですけど、沖縄県の環境アセスの考え方としては、同じ事業であれば場所が分かれていても一つの事業とみなすっていうふうに確認を取りました。ということは、千代田とボランはまさにもう一緒の施設なんです。ミサイルと弾薬が置かれるわけなんだから。そうすると、じゃあ一個の施設なんですねと沖縄県に聞くと、建築の時期がだいぶ違います。だからそれははっきりと明言してくれないんですね。その個別の事案で考えるというふうに言うんですよ。だけどこれは一つの施設だってことは私たちは訴えていきたいというふうに思います。まあ、できることをいろいろ訴えていきたいなと思ってます。すいません、ちょっと時間が長くなってしまいました。ありがとうございます。ではまず今日いらっしゃってくださった衆議院議員の赤嶺政権さんに、はい、お話を伺いたいと思います。こんにちは。今の曽南さんと石嶺さんのご説明で、宮古の様子もだいぶ手に取るように、理解をいたしました。実は先週の日曜日に宮古島と、石垣島飛行機で渡り歩いてきましたけれども、もちろん自衛隊の配備反対の戦いの人たちと交流し、始まる国会でどうやってこの問題を安倍内閣追及していくかという視点での調査も含めてのことでありましたが、やっぱり沖縄の人にとっても辺野古や、高江だけでも極めて、屈辱的なですね、周知を日本政府から受けているにもかかわらず、今度は平和でのどかで、そんな島である宮古島、石垣島、奄美ともつないでいるわけですが、ここに自衛隊の基地を作るというのは、これはもうあまりにも理不尽じゃないかという、そういう思いでみんな受け止めています。宮古島の市長選挙も去年ありましたが、まあ、もっと我々も努力する余地もあったんですが、それでも自衛隊に配備に反対する候補者がですね、大きな得票を得て現職の市長を脅かすというところまで、行きました。ああいう結果が出るのは沖縄の政治に、詳しい人でもなかなかそういう結果というのは、出た結果に驚いていたと思います。ここまで、自衛隊の配備に反対するという宮古の人たちの気持ちが強いのかとこのように思いました。それから石垣島では、14,000人の配備に反対する署名活動が去年行われましたが、市に提出をしたらですね、本当に石垣市民であるかどうか、有権者名簿と合わせてチェックすると、ダブリもあるんじゃないかと、1万4000名なんか集まっていないだろうということで、石垣の市長は本当にそれをやったんですね、選挙管理委員会で。それでも1万2000を超える署名だったということで、最後の結果は聞いてませんが、そこで石垣島は3月に、市長選挙があります。候補者は、明確にですね、自衛隊配備に反対する72年、基地の島として受けてきた屈辱の上に、さらに、宮古島と同様に自衛隊が配備されるということは、
絶対に許されないという大変決意に満ちた戦いをですね、準備しておりました。石垣の飛翔選挙も大きな山になると思います。先ほど石峰さんのお話にもありましたが、県も環境圧雪条例を改正して、念頭にあるのはやっぱり宮古や石垣に自衛隊の基地は作らせたくないという、こういう決意であるし、県議会は与党が多数でありますので、ここはまた宮古の住民の皆さんの後押しでですね、ぜひとも成立させて新たな手がかりをつかみたいなと。もう明らかに、ボラ鉱山で面積を示さなかったのは、これは沖縄県の環境圧雪条例の改正を防衛省が睨んで警戒をして、面積を示さなかったというのが今日の報道にも出ておりますし、鉱山の持ち主はともかくですね、ボラの自治会は反対決議を上げてるわけですから、千代田カントリーでも野原の自治会がですね、反対決議を上げてやってるわけですから、私は島嶼防衛というのは、本当に今の時代の大きな嘘フィクションに基づいて、進められている軍備強化だと思っています。尖閣が今、大きな問題になっておりますが、尖閣が問題になり始めた頃、その時にですね、私も宮古の伊良部島の漁協の組合長を30年やっていたという方にお話を聞きました。尖閣で漁業をやっていたそうです。中国の漁船は一隻も見ることなかったよと30年やってですね、で石垣の八重山の漁民は今までは中国も台湾も宮古も八重山も台風にぶつかった時は尖閣の島陰で一緒に避難して仲良く安全を確かめ合いながらやっていたんだと、そういうお話をしておりました。非常にですね、ある意味住民同士では全く平和的な生活が流れていたその島にですね、いつか中国が攻めてくるよと、中国の漁船がこう領海に入ったっつって大変な騒ぎになりましたけども、その時の八重山の漁協の組合の幹部に聞いたんですよ。なんで中国の漁船があんな風に入っていったんですかね、魚の群れ見つけたからですよと。漁民は魚の群れ見つけたらね、魚を追っかけるんであって、魚はこっちが領海かどうかわからないから入っていくんであっ てですね、これ八重山の漁協の幹部がですね、そういうものなんだということでですね、それが東京ではですね、もう領土が、取られそうになっている、島嶼防衛が大事だということで、まさにフィクションに基づいてここまで流れてきて、で今宮古と石垣で自衛隊配備に反対する戦いが戦われていると、これを私たちも全面的に支援して、絶対に、再び戦争中宮古島はもう餓死兵の処理、これが日本軍の駐屯していた日本軍の任務でありましたから、こういう悲劇は、また石垣ではマラリアの生息地への住民のですね、避難が、でしたから、そういう歴史は二度と繰り返さない、辺野古にも高井にも、そして沖縄の全ての基地にも強化を許さず、自衛隊の強化も許さないということで、全力で頑張っていきたいなと思っています。今日皆さん本当にありがとうございました。三上監督が、今日名古屋から公園で忙しく飛び回っていらっしゃるんですが、また今日日帰りで沖縄に帰られてしまうそうなんですけども、お話ししてくださいます。よろしくお願いいたします。すいません、予定にないのにちょっとだけ発言していいということで出てきました。なんかさっき手を挙げていただいてたんですけど、自分の映画がどれだけ見られてるかもう一回自己満足で確認したので、端型か見た方はどのぐらいだ、わーすごいですね、ありがとうございます。
いろいろ勇気が、ね、なくなってへこたれながら作ってますので、今次の映画も作っているので、本当にまた応援よろしくお願いしたいんですが、もう本当思い出すと2015年の5月にですね、宮古石垣に自衛隊を配備すると、あれが伊波さんが、まあ、伊波洋一さんがですね、エアシーバトルのことを5、6年前から講演してました。で、私最初聞いた時全く意味が分かりませんでした。すごい怖い話をしてるけど、これ今から宮古石垣も含めて沖縄全体がね、軍事要塞化されるっていう話は誰もやってないけど本当かなって自分が信じられなかったんですね。で、2回目の講演を聞いてようやく分かって、で、それでもまさかそういうことになったら沖縄中が反対するだろうと思いました。でも2015年の5月にこれが新報タイムスの一面を飾ったにもかかわらず、水を打ったようにですね、沖縄県内が静かだったんですね。で、これは私がやるしかないのかなと、ドキドキしながらですね、映画を作りました。で、作ってる時にですね、でもそれでもまだどっか夢見てるんじゃないかなと思っていました。で、最初に出会った時のゆか子ちゃんとかね、西峰かおりちゃんも2年ぐらいで別人になってしまって、もうここでペラペラ喋るようになってしまって、もうこのね、めきめきと殻を割るような成長をですね、見ていて本当に頼もしいと思いますが、でも先ほど写したね、宮古石垣の地図の上で喋ってるあの写真をね、11月30日にツイッターでついうっかり海兵隊が公開してしまった写真でした。あれを見てですね、やっぱり妄想でも何でもないんだと思ってですね、もうこれはもうみんなに広げようと思って、で、この映画を見てですね、今日こんなにたくさんの人が応援に駆けつけてくれたことを嬉しく思います。で、私今ですね、でもわっしょいわっしょい運動してる映画を3つ作りましたが、それではもう間に合わないと思って、今ですね、1年半に1回映画作ってて、体もボロボロなんですけど、今度1年も空けずに7月公開の、沖縄戦のドキュメンタリー映画を作っています。なんでかって言ったら、もう沖縄戦からですね、学んでないからこんなことになってるんだから、沖縄戦のですね、表の部分しかみんな知らないので、沖縄裏戦士っていう今仮の名前をつけています。で、まだ全然分かられていない、いわゆる秘密戦という分野があるんですね。秘密戦というのは情報戦、スパイ戦、ゲリラ戦、とにかくですね、軍隊が来た時点から戦争は始まっちゃうんです。たくさんの官報が降り注いでくる、その前線以外の部分でどれだけものすごく暗くて残酷な戦争が始まっていき、で、牛島さんが自決してからもどれだけ戦争が続いたかっていうことですね。で、その中でですね、たくさん今日話できないので、一つだけ宮古島のボラの弾薬庫につながる、とってもですね、参考になる話があるので、今度の映画にも出てくる話なんですが、ちょっとだけ、5分弱で頑張ってします。これはですね、スパイ虐殺のリストに載せられた米子ちゃんのお話です。今92歳のですね、米子さんというおばあちゃんは、八ヶ地島という名護市の近くの、まあ、離島に住んでいました。その対岸には運天港という港があって、で、海軍のですね、魚雷艇団がそこにいました。まあ、安っぽいですね、船にたくさんの爆弾を積んでアメリカ軍に突っ込んでいく、いわゆる船の特攻隊です。で、まあ、秘密の船の特攻隊の部隊、白石部隊がいました。で、そこにですね、八ヶ地島の女の子たちは金砲隊っていうのを作って手伝いに行かされていました。で、ちょうどですね、川のようになっている、まあ、狭い水路のところを渡って、海を渡って毎日手伝いに行くんですね。で、あの地域では日本軍がですね、国士隊っていう秘密の部隊を任命して、まあ、これが一つの集落だとすると、この代表の人をですね、国士隊に任命します。この人が国士隊であることは誰も知りません。この人が何をするかって言ったら、日本軍の都合のいい情報を他の人たちに伝えると同時に、この中で誰がスパイかということを日本軍に教えるというのが国士隊の役割です。で、そういう形でですね、誰がスパイか、まず英語が喋れる人、ハワイ帰りの人、それから南米帰りの人、それから教育者とかで戦争は良くないなんていう話をした人、そういう人たちをですね、スパイリストを作って、日本軍北部では上から順番に殺していくということをやりました。とんでもないことがあちこちで行われていました。で、その中で、18歳だった米子ちゃんは実はスパイリストに載っていた少女だったんですね。で、その話は、米子さんからこの間、まだどこにも検視にも誰にも話してない話なんですが、夜にですね、その魚雷艇団の海軍兵の若い男の子が渡って海を渡ってですね、米子ちゃんに忠告をしに来てくれました。逃げてください、
米子ちゃん殺されるから逃げてくださいって言いに来ました。で、もうびっくりしてお母さんと米子さんは迎えにいる海軍兵がお腹が空いたって言っては自分たちが何も食べ物もないのにどんどんあげて、それでものすごい協力をしてきたのに、なんでここまで協力した日本軍に殺されなければいけないの？もし殺されるんだったらどこに行ったって追いかけてくるんでしょ？だったら私たちはここで殺されるって言って、この親子は逃げませんでした。で、結果的に殺されなかったから私はこの人の話聞いてるんですが、で、戦争が終わりまして、で、復帰してからですね、日本兵っていうのは何度も来るようになるんですね、沖縄に慰霊とかで。それで、まあ、15年ぶりです、20年ぶりですって感じで来てですね、で、米子ちゃんのお家に行って交流をして、あの時お世話になりました、梨を送るとか柿を送るっていう生活になっていきます。で、その時にいろんな来てくれる海軍の人がね、ヨネちゃんはね、殺されるはずだったんだよって、助かったのが、名前はあれですけど、隊長がね、ヨネちゃんを殺すんだったら、俺がお前を殺すって言ってヨネちゃんを守ったんだよっていう話だったんです。つまり、リストに乗りかけたんだけど、ヨネちゃんにはとってもお世話になっているし、なんせすごい可愛くて18歳でみんなの人気者だったんですよね。で、絶対にあのうちの少女は殺してはいけないって言ってですね、その隊長はその後アメリカ軍に殺されて、ヨネちゃんはその死体も見てるんですね。で、結局どうして彼女は殺されなければならなかったのか、まあ殺されなかったんですけど、リストに乗ったのかが問題です。金鋼隊っていうその少女の協力隊はモーターボートを隠す仕事を手伝いました。だから海軍の大事な情報に全部通じていました。でも、その中でもどうしてヨネちゃんだったのかっていうことなんですが、18歳のヨネちゃんはですね、ものすごく責任感が強くて、金鋼隊の中から選ばれて、ある日、今ワルミオ橋っていうとても綺麗な橋が作られているその麓にですね、連れて行かれました。で、そこには連れて行かれてびっくりしたそうですけど、縦穴で10メートル以上のびっくりするほどの下に穴が掘られていて、で、そこにですね、垂直に降りていったら、下に見渡す限り魚雷がわーっと積まれている、こんな空間が地下にあるのかっていうぐらいの広さの中に、魚雷が積まれていて、で、まだ男の人たちは奥を掘っていて、その土を運んできて、で、大きな木に乗せて上に上げるという部分の仕事をヨネちゃんも手伝ったんですね。だから、そこは巨大な集積庫だったんですね。その在処を知っているのはごく少数の人で、で、ヨネちゃんがアメリカ軍に捕虜になったら、この場所が分かってしまう。だから、殺されるリストに載ったんです。で、彼女はそのことをまだつながってないんですね。頭の中でつながっていないから、私は話を聞いていて、その集積庫を見ながら、彼女は殺されるっていうようなリストに載ってしまったんだというふうに思いました。私、この後お話をされる小西さんにですね、事前集積庫って聞いたこともない話を2年前に聞いて愕然としましたが、戦争が始まる前に、事前に、有事になる前に、ものすごくたくさんの武器も弾薬も食料も燃料もなければ離島で戦争はできないですよね。3ヶ月後なら3ヶ月しかできないわけです。で、戦争になったら絶対補給ができないわけだから、人も来ないし食料も来ないけど弾薬も武器も来ないんですね。だから、有事になる全然前に事前集積線でどんどん集積をしないといけない。でも、それが事前集積線でバレれば、それをどんどん沈めれば戦争にならないわけですから、だから、もっともっと前にですね、離島には事前集積庫を作っておかなければいけない。で、ボラの鉱山なんていうのはすぐにですね、横に掘っていったら琉球石灰岩で掘りやすそうなところですし、で、あの辺にですね、そういうものを作るんだろうと思って、本当に頭がクラクラする思いです。だから、そうやってですね、軍隊が来た時点でその土地の人たちは情報に通じてしまうし、で、それをですね、巡って生きていたら不都合な存在になり、軍機保護法が今特定秘密保護法という形で私たちを縛っています。で、情報を漏らした人は10年以下の禁錮刑です。で、当時軍機保護法は昭和12年に10年以下の禁錮刑が一気に極刑になってます。だ、情報を漏らした人は死刑ということを背景にして、集団自決が起き、スパイ虐殺が起き、マラリアの強制マラリア死が起きていったわけですね。だから、その日本軍がですね、これ全部資料に書いてあるんですよね。どんなふうに住民を巻き込んで秘密戦を戦うか、で、必ず住民を利用することになるんですね。そのことがわからないと、軍隊が住民を守らないっていう一言言っても今全然全国に伝わらなくなってしまったので、これを
映画という形で今年の7月に公開しますので、でもおじいちゃんと資料、おじいちゃんと資料っていうですね、全然絵が動かないような映画になってしまうんですね。だからあんまり長くしないで90分以内の映画にしてですね公開しますので、直接宮古石垣の軍事要塞か奄美も含めてそれを止めるための映画として作りますので、どうぞ期待しててください。どうもありがとうございました。重症症状の安全基準値高周波は0.1 マイクロワット平方センチメートル。まずこの数値を覚えてください。電磁波の測定場所と数値、千代田周辺で200マイクロワット以上を計測した。安全基準値は 0.1 マイクロワット。千代田カントリークラブ県道入り口。レーダーから約1600メートル。電磁波200マイクロワット以上。日本は慢性症状の基準値がありません。急性症状の基準値が1000マイクロワット。航空自衛隊の測定機 EMR300 はレーダーの電磁波測定ができません。近代的な国家間が軍事衝突に陥る場合、第一撃は必ずレーダーサイトに対する攻撃から始まる。電磁波強度200マイクロワット以上で計測不能、周辺住民の健康状態が心配。電磁波は遺伝子、神経系への影響がある。軍人のレーダー被曝の死亡率、活性酸素が生体へ影響を与える。慢性症状の基準値が日本にはまだない。沖縄県糸満市の与座岳レーダーも住宅街から近くて問題になっている。携帯電話の電磁波裁判が過去にありますが、基準値が緩すぎるために敗訴。携帯電話の電磁波強度が1から3マイクロワットレーダーと比べてかなり低い数値。宮古島市防衛省は各家庭の電磁波防護対策を取る責任がある。作っていただいた飛鳥さんに補足で説明を、していただきます。ちょっとお話苦手な方なんですあまりに時間ないので短いんですが、要は 0.1 が安全基準で、国際的な全基準が 0.1 で、ノバルレーダーからかかったのが、パルスっていって瞬間の強さ最大値なんですけど、それが200、マイクロワット、要は2000倍以上、針が振り切れてるので200以上で300なのか500なのか分かってません。それぐらい強い電波が出てます。で、今日の政府放送にも、この殺害時、質問予定されております。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では、奄美大島から佐竹京子さんにお話をいただきます。皆さん、こんにちは。奄美大島から参りました、佐竹と申します。今日は私、こういう場所に初めて参加させてもらったんですけれども、宮古島の光のお嬢さんたちの素晴らしいお話、もう奄美大島ですね、今すごく工事が進んでまして、実はですね、今ドローンで撮影したものが音声がないものですから、今日はこれをさ流していただくことで、私なかなかその言い訳になるんですけれども、取り組む暇がないというか、勉強する暇がないと言いますかね、奄美大島、私一人にですね、
私にたった一人で今日来てるわけですよね。なんかとても情けないような、それなのにもうどん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 進んでるわけです。工事がどんどん進んでます。今あの造成地がもうすでに、これは大熊というところの造成地ですけれども、もうあの、その設計書通りにですね、できているわけですね。それで、まあ、これだけ見ていると、何をやってるのかこれだけになってしまうので、こちらをご覧いただきながら、一応奄美が今どうなっているかを一応報告させていただきたいと思います。それで、その奄美大島は要するにその自衛隊配備に賛成する人が多いわけですね。でこれはですね、あの恐ろしいことに私たち10人ぐらいかな、まあ20人ぐらいだと思いますけど、もちろんあの組合とかいろんな方がいるので集会なんかすると50人ぐらい集まってくれるんですけども、やっぱり中心になっていくのがあのいないんですね。それで私に今回はですね、明日ちょっと他の用事があって、東京に来る用事があったもんですから、18日こういうのがあるから奄美も参加しませんかって言っていただいたんですけど、私はそちらの側に座るんなら来てもいいかなと思ったのに、突然こちらの方に立つことになりましてね、ビビって勉強もできなかったんですけども、まあどうしてね、その奄美大島が賛成、が多いのかと言いますと、その、まあ、ちょっと地図がなくて申し訳ないんですけど、奄美大島の本島とそれから加計呂麻島という、島がありまして、その間がですね、大島海峡といってリアス式の海海なんですね。でそこは台風になったりすると避難所に船がどんどん避難してくれる、まあ、そういう良好な場所なんですけども、そこに旧日本軍が防災軍事施設をですね、700個ぐらいあるんですよ。でその旧日本軍の軍事施設を、この瀬戸内町の瀬戸内町っていうんですけれども、そこの町長さんがですね、要望書を出してるのを見つかりまして、ちょっとこれすごい面白いと言いますか、奄美の特性というものをよく表してるんじゃないかと思いますので、ちょっと読ませていただきますけれども、まあ、本町というのは瀬戸内町ですね。日露戦争、日本海海戦後、統合原始が本町を訪れ連合艦隊を反艦した際、軍港として最適地であると絶賛し、天然の、水質な大島海峡を有し、大正12年に大島、奄美大島要塞司令部が開庁され、国防第一線と称された地でもありますので、まあ、要するにそういういい運航には適しているので、どうぞその海軍やら陸軍、自衛隊ですね、それがもう一回駐屯してきてくださいという要望書を出しているんです。で これがですね、平成25年の5月31日の、今の長女じゃなくて、まあ、前長女なんですけども、その人が出してるんですね。で私たち反対したい、こんなのいらないって思っているけれど、反対そうじゃなくて、もっと自衛隊来てくださいという風潮がやっぱりすごく強いですね。で今とても問題になっているのが西組という集落があるんですけど、この前11月に小西誠さんをお呼びお願いして、学習会を私たち開いたんですね。それからその泥の
この工事やってるところの場所とかを見学しながら現地視察もしまして、西込みというずっと西の方ですね、海峡の出口のところですね、東と西がありますけど、その西込みのところにエニア離れ島というのがあって、そこはまあ後で小西さんがもう一回しゃべりしてくれると思いますけれども、その統合訓練という大きな何かもう訓練の施設になってるんですけど、そこにですね、今度は国土交通省が、なんか橋渡しというかなりまして、その22万トンクラスのクルーズ船の飛行地にしようというので、それが住民集落から要望書が出てるんです、やってくれっていう、そういう状況があります。まあ一つそういう環境ですね、こういう中で私たち、どうやって反対運動したらいいんだろうということで、やりだしたのが去年の4月に、工事差し止め仮処分訴訟ですか、これを始めました。で32人の原告がいまして、実は今日同じ日に鹿児島地裁で第4回の新人っていうんですか、それを行っているんですけれども、この中で私たち私も原告の一人に入ってますけれども、やりだしたのがですね、その、環境権とか、それから平和的生存権、人格権というのはこの3つの柱を立てて、やってる裁判所に署名とかその新人とかやっておりるんですけれども、裁判所はですね鹿児島地裁ですけれども、それは訴訟に値しないいいことだから、却下しますということをやりながら4月、去年の4月に始めて、7月に1回、9月に1回、11月1回、それで今日ですね、4回目やってるんですね。で本当になんかあまりにもね、なんかバカにされてしっぱなしという感じでね、本当に情けないなと思うんですけれども、で去年はその環境圏の中で、この環境アセスの中で、その環境調査ですか、こういう森の中に、これは瀬戸内の方のその自衛隊のあれですね、ミサイル、これは第一なんですけれども、こんなふうに森がすごい森なんですけど、そこを本当にバリカン狩りにしてずっとやっております。でここにクロウサギがですね、15頭見つかったって言うんですよ、環境省はですね、防衛省、熊本防衛局ですね、そこからのこの公開、情報公開の資料なんですけれども、これはまあご覧の通り真っ黒で、それでその奄美クロウサギは15体、エナガネズミが1体とか、いろんなまあオオトラツグミとか、オーストンオオカゲラとか出てるんですけれども、これの調査費に、カントリークラブの方は3800万、それから、瀬戸内の方は4200万、合わせて8000万円の環境その調査費を払ってるんですけれども、それがどこにいつ払って、まあいつその調査をして、誰が調査をしたのかということが全然公開されてないので、これはまあ次の政府交渉の時も私はちょっと聞いておこうかなと思うんですけど、まあ奄美大島ね、皆さんご存知のようにハブがいるんですよ。でハブがいるのにハブが全然出てこない、この中にねこれおかしいんじゃないかと。でハブもクロウサギも夜行性ですので、夜でないと出てこないですから、どうやって数を数えたのか、
おかしいですよね、どう考えてもね。はい、そうだと思うんです。それでいつ誰にどういう形でやったのか、で島 の, その自然保護とか、あの、まあ、夜間では観光とかしてる方たち聞いても誰もね知らないんです。こんなこと、はい、誰もですね聞いたこともないという話なんですね。だからこれね、8000万ものお金をね、誰に払ったのか。もう私はこれを追求するだけでもすごいことなんじゃないかなって思ってるんですけれど、もう本当になんかひどい話ですね。はい、それで奄美大島は今年は156億円 の, あの予算で、今これに上物を立てていくと思います。まあ、そういうことで、まあ拙いお話なんですけど、時間がちょっとなくなりますので、こんなところで終わらせていただきたいと思います。本日は応援していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。では次、続きまして、軍事ジャーナリストの小西誠さんにお話をお願いいたします。どうもこんにちは、西誠です。佐竹さんが奄美から一人で来られてありがとうございます。佐竹さん一人ではちょっと全部説明しきれないという時間的にね、私は奄美を中心にちょっと今日はお話させていただきます。先ほどのねドローン映像を皆さんおそらく初めて見られたと思うんですよね。まあ、年末にはフェイスブックなどで公開しましたけども、皆さん巨大な基地どう思いますか。見られて、上空から見られてね、最初の映像が奄美市大熊地区約30ヘクタールです。で、2つ目の映像が瀬戸内の石膏地区で約28ヘクタール、合わせて58ヘクタールですね。だいたい宮古島が今のボラを含めて42ヘクタールと、石垣は45ヘクタールと言われますから、それもはるかに大きいというね。で、皆さん、大熊は何人で撃たれてますか。警備部隊と対空ミサイル部隊350名という撃たれてますよ。で、石膏地区が200名、警備部隊と対艦ミサイル部隊ね、200名。こんな大きな基地にね、350名と思いますか。誰も思わないでしょう。ね、ここから自衛隊を予定しているのは、奄美を含む、後でも話しますけども、南西諸島の各島の大部隊の増強なんですよ。これを奄美を中心にちょっと僕は話したいと思いますが、ですね、先ほどの奄美の駐屯地ですね、例えばですね、私もちょうど去年の11月に奄美に行きましたけども、ちょうどこの時に、新税29、石を納める29という西部方面隊を中心とした全国の自衛隊の機動展開当初演習というのをね、やっている最終でした。で、ここに少し鎮西27を含むですね演習を出してもらいますけども、このエニアバナレ島というねところに、文字通り上陸訓練を多分やっただろうと思います。鎮西27は公開しましたけども、鎮西29から非公開ということで、実際どの日になるか分かりませんが、ここがエニアバナレ島、ちょっと分かりますかね、地図のここがエニアバナレ島、ここにね統合演習場という東部演習場の場所、場所というか、シェーガンと書いてありますけど、ちょっと正確に読みにくいかもしれませんが、これはですね、防衛省の南西諸島配備計画に出てきているだけで、奄美大島では一切説明されていないはずなんですよ。つまり勝手にこういうね、島の東部演習場とやりますよと。で、実際に鎮西27からどんどんやり始めているわけですね。つまり、
自衛隊が今まで演習場を中心に訓練をやってきた、演習をやってきた。後の政府交渉でも話しますけれども、この場合、演習場であったとしても協定、地元の関係自治体と地権者との協定がするんですけど、こういう稲荷原島という、多分これは国の自治領域だと思うんですけど、しかし漁民漁師のね、漁場でもありますから、こういうことをね、何の協定も多分やってないと思いますが、勝手に設定して、奄美の人たちに説明なされずにね、こういうことをやっているということなんですね。で、これはね、この稲荷原島はちょっと我々見えませんでしたけども、近くに行きましたが、しかしね、問題は、この新鮮29、今、画面見ていらっしゃる通りね、これは奄美市の太陽ヶ丘総合公園というところですけども、ここではこういう部隊の展開をやってるわけですね。移送してるから分かりにくいでしょう。どういう部隊がね、展開してるか分かりにくいと思うんですよ。これ、偽装もかけて、この民間の運動場でこういう展開をやってるんですよ。機動展開演習というね。で、これは、この奄美の港でもそうですし、こういうテントね、あ、ジャイア訓練をやって、ずっとやっております。この、コニア港ではね、ここにありますように、水や地雷施設装置がなってますが、水陸両用車みたいなものですが、これが訓練をやってるはずです。これは27ですね。これは僕が撮った、29の写真ですけども、こういう訓練をやってるわけですね。で、問題はですね、こういう、つまり演習場以外の民間の地域で、堂々と機動展開演習、上陸演習等々を始めているだけではなくね、ここに出ておりますとおり、静止訓練というね、訓練を始めているわけです。静止訓練というのは非常に分かりにくい自衛隊独特の言葉ですけども、これも最近の言葉なんですね。隊形だ、コマンド作戦という協定、教科書に出てくる初めての静止訓練と。まあ、簡単に言うと、市街地での訓練。市街地でこういう訓練をやりますということで、どんどん始めたわけですね。これは なぜこうですけども、ここに検問所を作って、勝手にこういうことを始めたと。で、ご覧の通り、これもなぜこうですけども、銃を下に組めますね。かけませんよね。これは近接戦闘体系ということで、全部銃が撃てますよという。こういう体系で警備体制に入っているわけですね。これが、対不法対処訓練ということで、治安指導訓練の一環です。これは明確に法律的に治安指導訓練ですね。体系だ、レーザーコマンドのね。で、その横に、新税27の政治訓練、谷ヶ島というのがありますけども、ご覧の通り、空挺部隊が降下していると、ね、民間地域で降下しているということなんですね。今まで、牛藤の演習場とか、習志野 の演習場でやってたような降下訓練を、こういう市街地でやってるわけですね。まあ、つまり、何が問題なのかといいますとね、この自衛隊が、島嶼防衛、機動展開訓練、あるいは島嶼上陸訓練という名目のもとに、もはやこういうですね、南西諸島の軍事化だけではなくて、奄美大島中心とした、だけじゃなくて、南西諸島の軍事化だけじゃなくて、堂々と市街地訓練を始めた、堂々とね、始めたということなんですね。これはちょっとこの図面にはありませんけれども、先ほどの、それぞれの紹介の何地区でしたっけ、西組では不満を持ってね、住民が応援していると、自衛隊をね、そういう状況まで生まれています。これ、どんどん戦前の光景ですね、戦前の光景になってしまっているという状況なんです。で、あと時間がありませんか、あと何点かちょっとお話したいんですけども、まあ、要はですね、中国の脅威とか、島嶼防衛といえば、何でもできるような、そういう状況になっているということです。皆さん、この間思うでしょう。ね、滑空弾、島嶼艦の滑空巡航弾、滑空弾というね、ミサイルですよ、滑空ミサイルですか。島嶼艦の巡航ミサイルとかね、F-15 に、搭載したね、F-15 に搭載した1000キロ近い巡航ミサイルの開発とかね、もう巡航ミサイルがどんどん開発されつつあるでしょう。で、最近では、例のヘリコプター護衛艦、いつもとか、かがなんか改造したね、改造空母を作り出すということを言っておりますけども、まあ、空母の運用とはちょっと時間がかかりますけどね、問題は、その空母の改造だけではなくてね、
その前に南西諸島の島嶼の軍事化をやると、あの航空基地の軍事化をやるという未完工のね、そういうことも発表しておりますですね。ちょうど昨日もあのそれ見直して、ね、びっくりしましたけども、まあもう与那国、石垣、宮古の未完工ですね、それからあの大東島等々を含む南西諸島約20個ぐらい航空基地が、民間航空基地があります、まあ、それは中心、全部じゃないでしょうけど、それは全部ですね、あの航空、自衛隊の航空基地に関して、航空基地にした F-35A という、B というね、垂直ジャッキを、ね、飛ばすということになっています、おりますよね。まあ、簡単に言いますと、どういうことかと言いますね、先ほど伊波さんの話もありましたけど、琉球列島湖に全部ミサイル部隊を配置し、地上部隊を配置するだけでなくて、この周辺の制空権を確保する。制空権を確保する。そのためにね、空母を作りたい。しかし空母というのは金がかかるし、運用が大変だ。しかし、南西諸島の島々、20個ぐらいの島々はね、あの不審空母として使えば安上がりで済むということなわけですね。ですから、そういう段階で、今あの、そういう制空権の確保のために、今言ったのですね、S35B という垂直、まあ、理論上は250m もあれば、飛べるというね、あの、戦闘機が運用できるということになりますけど、もうちょっと火薬とか戦闘機がね、いうことになると思うんですが、そういう状況に入ってきたと。まあ、非常にこの南西諸島の軍事化がですね、まあ、先ほど言いました通り、急激に始まって、かつ巨大な規模であって、まあ、かつて、あの、いろんな軍事評論家だとか、評論家がですね、これは単なる陸上自衛隊のリストラ対策だと言ってましたよね。だから対策ないよと。フリーミサイルがどんどん配布されるだけだという人たちもいました。しかし、ご覧の通り、巨大な軍拡競争が始まっている時、あの、仕事の間でね、で、何でもできるという状態に入っちゃっているんですね。まあ、こういう状態と、我々はどうするかというね、先ほどの奄美の状況を見ても、厳しい状況なんですけども、ただね、一つだけ僕は言いたいんですけど、やっぱりね、例えば、今日もメディアの方がいらっしゃると思います。あの奄美の状況をね、奄美以外の新聞が、鹿児島の新聞が、本土新聞が、沖縄の新聞が、一行で報道してるかというと、報道してないと思います。見たことありません。沖縄もおそらくそうだと思います。つまりね、奄美の状況も、宮古石垣の状況もね、メディアが報道してない、知らされてないということなんですよ。ですから、この状況が生まれていると。自衛隊タブーという言葉は、最近は僕はあえて使ってますけども、自衛隊タブーが 3.11 の震災以降、ずっと生まれてきちゃって、メディアが批判しなくなった。事実さえも伝えなくなったというね、その現実があるということなんですよ。ですから、最後に一言だけ言わせていただければね、僕は最近、会見反対、ネットはもちろんこれから会見反対が大事なことですけど、しかし会見とこの自衛隊の戦争体制は連動してますよってね。2019年、20年にこの自衛隊は先島全体に配備されるという計画なんですよ。これと会見は連動してますよ。で、会見反対って言ってね、この言うだけで、この状態を許してね、この戦争を防げるのかとかね、防げないんでしょうってね。で、もっと言えば、僕は昔からね、ずっと思ってたんです。会見っていうのは、兵士における会見ってないだろうと。会見は有事にやるだろうと。まあ、簡単ですよ。北朝鮮の危機のあると同じでね。まあ、東シナ海では、航空自衛隊と中国空軍同士がバチバチやってますけども、まあ、ホットライン、海空連絡メカニズムというのはまだスタートしておりません。この状態の中でね、バチバチと数人の自衛隊がシームをね、有事、自衛隊、兵士から有事はシームレスに進むと言ってますけど、そういう有事が状態を作って、会見をやれば簡単ですよね。簡単な会見ができます。ね、まあ、もし、平時会見って、最近の新聞の調査でもそうですけども、国会が多数で、賛成してもね、国民が多数が 1% で反対したら、会見はできないでしょう。そうしますと、おそらく自民党政権は倒れるでしょうし、10年、20年は会見はできないでしょう。しかし、友人の会見を簡単にできます。田中角栄と言いましたけど、1973年にね、朝鮮戦争が起きれば解決すると言いましたけどね、はっきり僕は覚えています。つまり、そういう状況になっているということです。ですから、ぜひ、この事実をまず知らせる、
ということをですね、今日小川様の方はぜひお願いしたいと思います。で、できれば宮古奄美にね駆けつけて、何らかの支援していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。3時から外から防衛省交渉を始め